キラー・コワルスキーは、ポーランド系カナダ人のプロレスラー。カナダ・オンタリオ州ウィンザー出身。試合中のアクシデントである、耳そぎ事件の伝説や、2メートル級の長身と創句、そして半夜のような風貌など、陽気の漂う、大ヒールとして活躍した。日本でも、力道山や、ジャイアントババと死闘を演じ、殺人狂勇気、死神、墓場の死者、 さまよえる亡霊、世紀の殺しや、地獄の大統領など数々の異名で呼ばれた。1947年のデビュー後、本名のミドルネームはデスアベの、英語読みであるラデック・コワルスキー、または、ウォルター・コワルスキー、さらには、ターザン・コワルスキーなどの名義で、カナダやアメリカ北部を中心に各地を転戦。当時は鍛え上げられた、筋肉美を誇っていたことから、 ポーリッシュアポロのニックネームでも活動した。1950年より、モントリオール地区を主戦場とするが、1952年10月15日、トップロープからのダイビングにドロップで、ユーコンエリックの左耳をそぎ落とすという事故が起こる。この耳そぎ事件のショックでエリックは自殺した、との伝説も語られたが、実際は、 妻の不定によって精神的に悩まされていたことが原因であり、エリックはコワルスキーを憎んではおらず、後日コワルスキーが病院へ見舞いに訪れた際も、二人で笑い合ったという。この事故は結果的にコワルスキーのヒールとしての悪名を高めることとなり、以降はリングネームをキラー・コワルスキーに定着させ、北米全域でその名を轟かせた。 その後モントリオールでは1962年までの10年間において、バーン、ガニア、ドンレオ・ジョナサン、アントニオ・ロッカ、パッド・オ・コーナー、ハード・ボイルド・ハガティ、ジン・キニスキー、バディ・ロジャースらを破り、フラッグシップタイトルの世界ヘビー級王座を通算13回獲得。その間は、NWA の各テリトリーにおいて、ルーテーズや、 ホイッパービリー・ワトソンなど歴代 NWA 世界ヘビー級王者にも何度となく挑戦した。1963年からはニューヨークの WWWF にてロジャースやブルーノ・サン・マルチノの WWWF 世界ヘビー級王座に再三挑戦。同年11月14日にはワシントン DC にてゴリラモンスーンをパートナーに スカル・マーフィーブルート・バーナードから、US タッグ王座を奪取した。1960年代はオーストラリアでも活動し、1964年10月には、フラッグシップタイトルとして新設された、いわ世界ヘビー級王座の初代王者に認定されている。翌月、ドミニク・デヌーチに王座を明け渡すも、以降も、スパイロス・アリオンや、ビリー・ホワイト・ウルフ、ベアキャット・ライトなどを下し、 1967年まで通算5回にわたって体感した。タッグでは1967年にマーフィーと凶悪コンビを組み、マリオ・ミラノレッド・バスチェンからいわ世界タッグ王座を2回ダッシュしている。その間アメリカでは1966年6月から1967年4月にかけてアワに出場。オコーナー、ウィルバー・スナイダー。 クリス・マルコフ、ガイ・ミッチェル、ジャック・ランザから勝利を収め、当時マッドドッグ・バションが保持していたアワ、世界ヘビー級王座に再三挑戦。モントリオールでの旧敵であるソース水ガニアをはじめ、ディック・ザ・ブルーザーやクラッシャー・アリソア・スキーとも対戦し、ジア・アラスカンコとジェイ・オークをパートナーに、合わせカタッグ王者チームのラリー・ヘニングハーリー・レースにも挑戦した。その後は、 wwwf への再登場を経て、1970年より、ダラスやヒューストンを拠点とするテキサスの東部地区に参戦。フリッツ・フォン・エリック、和風マクダニエル、ミルマス・カラス、サンダー・ボルト・パターソンらと構想を繰り広げ、翌1971年にかけては、ジョニー・バレンタインとテキサス・ブラス・ナックル・オーザを争った。同地区では、 ドリー・ファンク・ジュニアが保持していた NWA 世界ヘビー級王座にも挑戦している。1972年はロサンゼルスの NWA ハリウッドレスリングにて1月28日にアメリカスヘビー級王座を獲得。4月25日には近似渋谷と組んでドリー・ディクソンラウル・マタからアメリカスタッグ王座を奪取している。 フルスのモントリオールでは1972年から1973年にかけてマッドドッグブッチャーバションが主催していたグランプリレスリングにてエドワード・カーペンティアを相手に GPW ヘビー級王座をめぐる構想を展開現地ヒールのジル・ポワソンをパートナーに1972年11月13日にハリウッド・ブロンズ 1973年10月2日にカーペンティアサンマルチノを破り GPW タッグ王座にも2回退官した1975年にはエディ・グラハムが主催していたフロリダの CWF にて覆面レスラーのマスクド・デストロイヤーに変身11月20日にジェリー・ブリスコを破って南部ヘビー級王座を獲得し12月16日に ビル・ロビンソンに敗れるまで保持した。キャリア末期には、主戦場の WWWF でも、覆面レスラーのエクスキューショナー1号に不妊し、デシカクである2号のビッグ、ジョン・スタッドとの大型タッグチーム、ジ・エクスキューショナーズで活動。1976年5月11日に、トニー・パリシアンド・ルイセルダンから、WWWF 世界タッグ王座を奪取したが、 同年10月26日、ニコライ・ボルコフに覆面を被せ、3人目のメンバーに起用して防衛戦を行ったために王座を剥奪された。ジョン・クインランドボストン・ブローラーをトレーニングする、コワルスキー翌1977年に現役を引退。イコは1982年、サンマルチノが旗揚げしたアメリカ東部のインディー大イ夫に登場したことがある。 1987年11月16日には、WWF のニュージャージー州イーストラザフォードでの、オールドタイマーズバトルロイヤルに出場。1996年には、WWF 殿堂に迎えられた。引退後は、マサチューセッツ州セーラムにて、レスリングスクールを開校し、2003年9月に、年齢的な問題もあり閉鎖するまで、トレーナーとして活動した。 スクールの主な出身者は、ペリー・サターン、ジョン・クローナス、トリプル・エイチ、チャイナ、クリス・ノー・インスキー、ジェイソン・アルバート、ケニー・ダイクストラ、ジョナサン・カーティスなどがいる。2008年8月30日、心臓発作のため81歳で死去。1963年3月、日本プロレスに初来日。 第5回ワールドリーグ戦に出場し、5月17日の東京都体育館での決勝で力道山と対戦したほか、開幕第2戦目となる3月24日の倉前国技館大会にてアメリカ武者修行から外戦帰国したジャイアントババと時間切れ引き分けの死闘を演じた。再来日となる1968年4月の第10回大会ではババと決勝を争い、 アントニオ・イノキとも対戦している。1971年9月には第2回 NWA タッグリーグ戦に参戦し、キラーバディオースチンとのキラーコンビで準優勝を果たした。1972年6月の日本プロレスへの最後の来日では7月5日に札幌中島スポーツセンターにてムースショーラックをパートナーにババ坂口が保持していた。 インタターナナショナルッグオーザーに挑戦した日本プロレス崩壊後は、1973年11月と1975年4月に、全日本プロレスに参戦。1975年の来日時は、第3回チャンピオンカーニバルに出場したほか、4月19日に、郡山にて、ジンキニスキー、5月6日に、岐阜にて、ブルーノサンマルチのと組、ババアンド、 ジャンボを鶴田のインターナショナルタッグ王座に2度挑戦している。引退後は1989年4月に全日本プロレスのレトロ企画オールドデイズバッドグッドデイズにレジェンドとして来日。1992年9月19日には横浜スタジアムで開催された FMW の3周年記念興行に出場。 wwwf やロサンゼルスでの旧敵、ジョントロスとエキシビションマッチを行った。ab, キラー・コーバルスキー、ファクツ。wrestlingdata.com。2015年4月6日閲覧。ab, 世界名レスラー100人伝説。p60 から 61abcd, キラー・コーバルスキー、プレイセズ。 w r e s t l i n g d a t a c o m 2015年4月6日閲覧 ABC カナディアンホールオブフェームキラー・コーバルスキースラムスポーツ2015年4月6日閲覧 G スピリッツボリューム 14P62AB ザレスラーベスト 100P60 から61ユーコンエリック オンラインワールドオブレスリング2015年4月6日閲覧 AB ワールドヘビーウェイトタイトルクイベック wrestling-titles.com2015 年4月6日閲覧 The wwe matches photo by、Killer、k in 1963、w r e s T、l i l l e r c o b a l s k i in 1963wrestlingdata.com 2015年4月6日閲覧。AB, United States Tag Team Title, Capital, wwwf.wrestling-titles.com2015 年4月6日閲覧。ABC, Your World Heavyweight Title.wrestling-titles.com 2015年4月6日閲覧 A.B. い岩ワ,ワールドタグチームタイトル W.R.E.S.T.L.I.N.G.D.I.T.L.E.S.、E, ドットコム2015年4月6日閲覧ザーはマッチズフォートバイキラーコーバルスキーイン1966 W.R.E.S.T.L.I.N.G.D.A.T.A. ドットコム2015年4月15日閲覧 ザ・レコーズ・オブ・アワワールドヘビーウェイトチャンピオンシップ、マッチズ1967、WRESTLING-TITLES.com、2015年4月15日閲覧。ザ・ワ・マッチズフォートバイキラー・コーバルスキーイン1967、WRESTLINGDATA.com、L I N G D A T、com. 2015年4月15日閲覧。 A.B.N.W.A. テキサスブラス、ナックルズタイトル、イーストテキサス、W.R.E.S.T.L.I.N.G.D.I.T.L.E.S. ダッドットコム、e、2015年4月6日閲覧、ザ・ W.C.C.W. マッチズフォートバイキラーコーバルスキーイン1970、W.R.E.S.T.L.I.N.G.D.A.T.A. ドットコム、2015年4月6日閲覧、 abnwa アメリカズヘビーウェイトタイトル wres tling ダッシュ titles.com 2015年4月6日閲覧 abnwa アメリカズタグチームタイトル wres tling ダッシュ titles.com 2015年4月6日閲覧 ab グランプリレスリングヘビーウェイトタイトル。A B Grand Prix Wrestling w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2 0 1 5年4月25日閲覧 AB グランプリレスリングタグチームタイトル w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2 0 1 5年4月25日閲覧 ABNWA サザンヘビーウェイトタイトルフロリダ WRESTLING-TITLES.COM 2015年4月6日閲覧 ABWWWF ワールドタグチームタイトル WRESTLING-TITLES.COM 2014年12月23日閲覧ザフマッチズフォートバイキラーコーバルスキーイン1982 w r e s t l i n g d a t a c o m 2 0 1 5年4月6日閲覧 w w ハ h o u s e、m a t、c a g e m a t c h n e t 2 0 1 4年12月23日閲覧 a b c キラー・コーバルスキーオンラインワールド・オブ・レスリング2 0 1 5年4月6日閲覧 ヤは 1963The フ t h Annual World Big League.puroresu.com2015 年4月6日閲覧。ヤは 1968The テン t h Annual World Big League.puroresu.com2015 年4月6日閲覧。ヤは 1971The セ n d Annual NWA Tag Team League. puroresu.com 二千十五年四月六日閲覧。ヤワ千九百七十二ゴールデンシリーズツ puroresu.com 二千十五年四月六日閲覧。一歩千九百七十五ザサードチャンピオンカーニバル。puroresu.com 二千十五年四月六日閲覧。FMW サードアニバーサリー賞。 フォール・スペクタキュラー。一九百九十二、cagematch。n e t 二千十四年十二月二十三日閲覧。nwa セントラル・ステーツ・ヘビーウェイトタイトル。w r e s t l i n g t i t l e s com。二千十五年四月六日閲覧。nwa セントラル・ステーツ・タグチームタイトル。 w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2 0 1 5年4月6日閲覧 AB NWA United States Heavyweight Title ハワイ w w r e s t l i n g t i t l e s c o m 2 0 1 5年4月6日閲覧 NWA Canadian Heavyweight Title c a l g wresdling-titles.com2015 年4月6日閲覧パシフィックコーストタグチームタイトルブリティッシュコロンビア wresdling-titles.com2015 年4月6日閲覧 wwee アリーリザルツ1976 The History of WWE2010 年5月31日、閲覧。wwwfonmsgnetworkcagematch.net2015 年4月6日閲覧。村松と美著ダーティヒロイズム宣言より、ありがとうございます。